アニマロン。競争殺人鬼作真島文吉。競争殺人鬼と呼ばれる犯罪者がいた。路上で拉致した被害者を車で人里離れた山中に連れて行き、首輪と鎖で木につなぐ。そのまま放置して山の動物に食い殺させる。間接的殺人者だ。遺体が発見された時、最後に残った肉片をつついているのが常にカラスであったことから、こんな通称になった。競争殺人鬼は、5人目の被害者を拉致する際、別の車のドライブレコーダーに姿を捉えられ、それが逮捕につながった。5人目は、48時間後に救出されたが、登山用ザイルできつく縛られた両手首が壊死しかけていて、結局、切断せざるを得なかった。若い、愛らしい、女性だった。残虐な犯行の動機は取るに足らないもので、しかも取り調べ中に二転三転した。自然な死とは何か知りたかった。そう半笑いで供述する競争殺人鬼の動画が漏洩し、主にネット上で死刑を求める声が吹き上がった。だが一審は、被告が直接手を下したわけではないとし、懲役6年を言い渡す。弁護団が心神喪失による無罪を主張し控訴したため、ネットを含む全マスコミが火のように被告と弁護団を非難した。この動きに乗り、殺人鬼に死刑をと叫ぶ議員も出始め、事件は荒れに荒れた。だが、競争殺人鬼への死刑判決は永遠に下される機会を失った。競争殺人鬼が自殺したからだ。自分の舌を噛み、飲み込んだ上での窒息死だった。直前に弁護士にこう漏らしていた。誰にも裁かれない世界に行く。最後に秘密を打ち明けるが、被害者は5人じゃない。5人目を山に置き去りにした後、逮捕される前に6人目を別の山に置いてきた。刑事も裁判官も誰も余罪を聞かないから黙っていた。6人目が死んだのはお前らのせいだ。この遺言が、競争殺人鬼の最後の爆弾になった。6人目の遺体の捜索が始まり、同時に競争殺人鬼の取り調べに関わった警察官、一審を担当した裁判官、検察官に、全方位からの凄まじい非難と糾弾が浴びせられた。マスコミが率先して関係者のプライバシーを暴露し、大衆が追い詰め、とうとう、自殺者を出した。社会的死刑と責任のなすりつけ合いが起こり、やがて非難の矛先は、唯一生き残った競争殺人の被害者、5人目の女性にまで向けられた。彼女が手術後のインタビューで、自身を最後の被害者と言ったからだ。この言葉のせいで、6人目がいる可能性が関係者の頭から吹っ飛んだのではないかという言いがかりに等しい非難だった。実名報道されていた彼女はすぐに社会生活を送れなくなり、住んでいた住居を追われた。で、結局6人目は見つかったの？夜明け前のベランダに支援が流れる。黒い海を眺め、タバコを吸う金髪の女。
濡れた髪先がむき出しの背中を流れ、黒のスキニージーンズを叩いている。潮風の中、両手のない五人目がビーチチェアに座ったまま首を振る。六人目の捜索はすぐに打ち切られた。手がかりがなくて、どこの山かもわからなかったみたい。まあ、犯人が死んじゃったもんね。しゃあないか。金髪の女が、タバコとは逆の手に持った缶ビールを口に運ぶ。上下する喉を見つめ、五人目が潮風に混じる支援を吸った。あたしね、思うの。何を？本当は六人目なんて、初めからいなかったんじゃないかって。金髪の女が、まるで鹿のように背を返し、ビーチチェアに突っ込んできた。五人目の顔のすぐ横に、タバコを挟んだ指をつき、酒臭い息を吐く。それってすっげえ最悪じゃん。死ぬ前に大嘘ついて、世間を手玉に取ったってことでしょ？存在しない六人目を作り出すことで、競争殺人鬼は死後も犠牲者を出した。六人目に気づかなかったと非難され、自殺した捜査関係者。六人目の救出を邪魔したと、居場所を追われた、あたし。競争殺人鬼は、自ら手を下しはしない。獲物の匂いを嗅ぎつけた、獣に手を汚させる。いつもそうだった。五人目の冷え切った目に、金髪の女の、毒々しく熱を持った目が重なる。すげえ最悪。そうだったら最悪すぎて、笑えてくる。結局騒いだ奴ら全員、殺人鬼の手先じゃん！心底楽しげなルームメイトを、五人目は切断された手首で押しのけた。タバコの火が砕け散り、風に舞って消える。みんな死体に群がるカラスと同類だと、手すりにもたれて笑う金髪の女。その手首にリストカットの跡がいくつも刻まれている。五人目は大敗的なベランダで目を細め、思った。競争殺人鬼は、ひょっとしたら、さらなる犠牲者を出すために、あえてあのタイミングで命を絶ったのかもしれない。大衆がまだ自分の事件に興味を持っているうちに、競争の片棒を担ぐ勢いのあるうちに、あえて。すべての裁判が終わるまでには、長い年月がかかる。勝ち取れるかわからない心身喪失を争っているうちに、大衆の興味が離れるよりは、大衆を操れるうちに自決して、己の手駒とする道を選んだのではないか。一人でも多く、毒牙にかけられる道を選んだのではないか。二人の女の頭上を、大きな鳥が闇を裂いて通り過ぎた。夜明けまでにはまだ遠く、女たちが光を浴びるためには、今しばしの時間が必要だった。